さあ、落合を出発しましたよ、みんな。これからさらに北に向かって出発だ。遅い。さあ、天然パーマ北海道の旅、私たち松戸を出発してから今日で何日目になりますかね。5日目。はい、大間違いです。4日目です。スタートして4日目。イエーイ。あ、やった、通行無料の旭川十勝道路、新しい道路だ、やった。今日はですね、早速我が家の車中泊旅恒例のルート変更です。何が変わったかっていうと、目標地点である宗谷岬に行くルートを変えました。今ですね、富良野です。富良野から芦別の方に向かっていって、砂川を抜けて留萌、北海道の一番西側の海岸線に出て、海岸沿いにまた宗谷岬へ上がっていこうと思います。なぜなら池辺家は海が好きだからだ。よいご。さあ、我々は今芦別に来ました。そして前方に見える巨大なあいつは一体なんだ。観音様だ。さて、滝川まで来ました。またもやここから道道 DOD 乗りたいと思います。滝川クリステル、結婚しやがって、クリステル、俺のクリステル。ここから留萌方面に向かいます。留萌方面、深川留萌道、行ってみましょう。留萌方面、左へゴーゴーゴー。日本海側へ向かいます。石狩川です。これがあの鮭の有名な石狩川。さあ、今日のランチはセイコマのコンビニ。もうどこの食堂にもたどり着けなかった。力尽きたのでご飯にします。イエーイ。でも美味しいんだよね、セイコマの弁当。今日は土曜日、世の中は今日からお盆休みがスタートということで、各地渋滞のニュースが流れておりますが、スタートの日も含めると5日目、1秒たりとも渋滞にはまってません。最高のルーティング、 Here we go。さて、ここから国道233号留萌に向かいましょう。妻が私に東郷町に行けと言うんです。なんと、やっと南富良野町落合から西の端っこまでやってまいりました。留萌町ですね。来たぞ、日本海。太平洋側から入り、一度南富良野へ滞在しの、今度は日本海側っていうね。やっぱり私たちのドライブは沿岸を選びます。やっぱりね、海沿い走るのが大好きなんです、我々。北海道来ても海側に来ちゃう。まずは留萌からさらに北を目指せ、日本海。まずは日本海側から一気に海沿いを舐めていく。お、ナイス。いいね、ナイス。日本海と太平洋側って違うよね、景色が。そうだね、そうだね。今は留萌から随分上に来たところ、小平町。いいね。さあ、休憩休憩。さて、出発してからだいたい4時間かな、4時間ぐらい経ちました。ここは小平。いやー、北海道って広い。ティティー、カニ、お前を食ってやる。さて、北海道の海は冷たいのか。あれ、全然冷たくない。全然冷たくない。なんかいっぱい書いてあるね。これなんかで、これ。
すごい。両親の町だね、小鳥。両親の町、小平町。重要文化財、旧花田屋万屋。チェケラー。さあ、出発しましょう。向こうが天売島、そしてなんとこの焼き尻島。北海道の左側ののぺっとしたところを走ってます。もう一直線です。何でしょうこれは。アホウドリ。今ね、羽幌です。羽幌町を過ぎたあたり。牛いっぱい、牧場。道まっすぐ、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 来た。さて、ここを左に曲がって手塩ビーチロードへ向かいます。いやー、利尻がちょっとしか見えない。あと少し、頼む。利尻島がね、ここからもう今見えてるはずなんだけども、なんと雲がかかってしまっています。利尻富士、まさかここまで来たのに。利尻イレブン、佐野別国立公園を昭和49年指定、俺の生まれた年、ここだ。広大なところへ来てしまいました。いや、見てみんな、周り何にもない。俺たちやっぱり持ってます。だんだん雲がはけてきました。これはこちらはね、右側はサロベツ原野です。原野です、原野。まだ手つかずの土地ってことですね。あそこでキャンピングカー止まってるけど、止まるのかな。あ、いいね。そんな贅沢な、この場所ずるい。もう超よく知ってる人だね、これ、いいな。やばい。もうこれ海外。日本じゃないみたい。うー、やばい。なにこれ、マジすげえ。やばい。食べたくなかった。言葉でしょ、食べたくなかった。素晴らしいサンセット。だけど僕たちはお風呂を急ぎます。道間違えだ。夕日が丘パーキングのシャープは緊張先。知らないのこれ。え、どうなの。トンネルズに乗ってんだろ。緊張先到着。お風呂ドーム。お、久々にこんなにたくさん車がいるところに来た。ドーム温泉行きましょう。イエーイ、ドーム温泉、綺麗。よし、今夜はなんとサンセットを見ながら食事ができます。今夜いただきます。どうぞどうぞ。よし、今夜は関東麺だ、食うぞ。すごくいいお風呂でした。気持ちいい。さあ、ここがノシャップ岬だ。さあ、ノシャップ岬来ました。ここはパスして先へ進みましょう。ノシャップは金城岬。よーし、なんと稚内の市内に到着しました。
さあここからあとね30分ぐらいで宗谷岬になります。さあ我が家ついに日本最北端宗谷岬、宗谷岬、宗谷岬到着。時刻は1時半ついに到着しました。今回の最終目的地と言ってもいいですね。ここです。はい、ついに私たち家族最北端です。乾杯。青いもイエーイ。小鳥は寝ちゃいました。一応今回の旅の最終目標地点ですね。ここはね、実はなんとかたどり着くことができました。ちょっとね予定よりも2時間ほどオーバーしちゃいましたけど、ありがとう青。今日は宗谷岬のね公園の駐車場で車中泊します。よく運転した俺。お疲れ俺。Dude, that father is 10 men permed!